シンディクラス戦はカナダの女子スピードスケート選手。マニトバ州ウィニペーグ出身。4歳の頃からアイスホッケーをはじめカナダ代表のユースチームに所属。1998年の長野オリンピックから実施された女子アイスホッケーのカナダ代表を目指していたが最終選考で落選し、18歳でスピードスケートに転校した。すぐに才能を発揮し、2002年。 ソルトレークシティオリンピックの3000メートルで銅メダルを獲得。その後、練習中に他の選手と衝突して右腕の剣を切るという大怪我に見舞われ、2003から2004シーズンを棒に振った。2006年トリノオリンピックでは金1、銀2、銅2の計5個のメダルを獲得。1大会で5個のメダルを獲得した最初のカナダ人選手となった。 またスピードスケート競技では、1980年、レイクプラシットオリンピックで5個の金メダルを獲得した、エリック・ハイデンに並ぶ大記録となった。閉会式では騎手を務めた。トリノオリンピックの後、カナダのアマチュア選手としては、異例の約100万カナダドルで、マニトバテレコムサービスとスポンサー契約を結んだ。さらに、マクドナルドと契約した。二千六年十二月、 カナダの年間最優秀スポーツ選手に与えられるルーマー首相を受賞した。2010年バンクーバーオリンピックではメダルは獲得できなかった。2013年にソチオリンピック後の現役引退を表明したがオリンピックには出場できなかった。2015年正式に現役引退した。2006年トロントニテクーラッセンは通算で17回世界記録を更新した。 2006年3月18日に出した3000メートルの世界記録は13年間にわたって破られなかった。2019年10月現在も以下の種目で世界記録を保持している。スモール複合の記録は500メートル、1500メートル、3000メートル、5000メートルの記録を500メートル単位に割って算出される。ありがとうございます。